い、藤沢市立大清水中学校の皆さん、こんにちは。サバヤンゲームズでした。しゃーってことで、昨日はね、ここ大沼かましたんですけども、スタート、今日は絶好調サバちゃんを皆さんにお届けしたいと思います。よろしくお願いします。ってことで、第一レースはこちら、動物の森。実は冬ですね、皆さん。まもなくクリスマスですが、ちゃんとクリぼっちじゃないでしょうか、皆さん。はい、クリぼっちの方はもうちょっと急いで彼女作らないとね。あのクリぼっちほど悲しいことはない。そうやってね、盛大にクリぼっちの人を煽っていくのは非常に良くないと思い、今深く反省しようと思います。皆さん本当に申し訳ございませんでした。ということで、僕はまあエリマネットで素敵なクリスマスを過ごそうと思います。皆さんなんかクリスマスおすすめスポットあったら教えてください。コメント欄でよろしくお願いします。さあ、まずスター使ってもうがっつりいきます。 OK、 木野さんスター出ていく。素晴らしいんじゃない、素晴らしい立ち回りなんじゃないこれ。さあ、緑コールちょっと警戒していきたいね。これちょっとキノコ使って前出ちゃおう。で、がっつりここで。ここ気をつけて、ボムやばい。ボムやばいからこっちから避けて。いいよ、赤コール行ってる。ジャンピングアクション決めて。赤コール俺じゃないと信じて。前行っちゃい。使う。雷来い。雷これ、これ食材いけるよね。 OK、 いいよ。さあ、1位ダブル防御で倉持ち、素晴らしいんじゃない。バッサリしまいといて。さあ、トゲきた。トゲちゃんと消していいよ。いきなり1位取っちゃおう。さあちゃん、いきなり1位取って気楽にやれよ。気楽になろう。いきなり1位取って、さあ、アイアイと2個取っていいよ。さあ、OK、 素晴らしい。このボールここ置く。食らってるね、ドンキーちゃん。ドンキーちゃん食らってるね、それ。さあ、ダブルアイテム取って1いけるんじゃないこれ。これいったでしょ。ケツ防御しといて。オッケー、1位がいけました。こういうことです。大沼の次は1位無双始まりますので、よろしくお願いします。さあ、気が楽。1レース目から1位は気が楽でございます。はい、3万レートもね、2万レートもいる中で、ね、ちゃんと1位を取ってきて、ありがとうございます。第2レース行きましょう。しゃー、はい、ということで第2レースは SFC レンボーロード得意コースでございます。さあ、ぶつ森 SFC レンボーロード2連チャン1位取れたら、皆さんぜひグッズオーダーズチャンネル登録教えてください。ここ取れるか分かりません。スタート頑張ります。全力を尽くします。全力を尽くして取れるように頑張ります。さあ、まずインコースがっつりさして、さあスーパー食べて、 OK、 いいよ。エロすぐ使っちゃおう。エロ2枚取って、2枚取って、ジャンプ役所で2枚取って、いいよ。ジャンピングアクション、いいよ、早い。ジャンピングオッケー、メダルもう10枚、素晴らしい。なんで、何に当たった、それは。それマジ意味が分かんない。アイテム行こうって。ただまあ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 、一回落ち着こう、一回落ち着こう、一回落ち着いて、落ち着けばいいから、落ち着けば何とかなる。あっぶねえ、マジで。さあ、バナナ、バナさん、いやらしいな、あれ。バナさんマジいやらしい。まあいいから、ね、抜いちゃう、抜いちゃう、抜いちゃう。キノコ使って抜いちゃって、ダブルも取って、ここもジャンピングアクション決めていいよ。さあ、いやー、これどうしよう、これ。いやー、バナナそこエッチすぎ。ちょ待って、まずまずい、これ。パツくんで、パツくんで食っといて、いいよ。もう一回、もう一回前線復帰、前線復帰、前線復帰。ブーメランやばい、ブーメランやばいってよ。おっ、いやー、回避強すぎ、強すぎ、その回避。メダル2枚取って、いや、回避何人だよマジで。スターだし、それやばすぎ。俺ボムだよ、バカ野郎。突っ込んできやがった。終わった、終わった。冷静にダブル打って、冷静にダブル打ってる。スター使ってる。まだまだ使える、まだ使える、まだ使える、まだ冷静に、まだ冷静に使う。投げる、ダブル取る、またスター。無敵続き、使っちゃう、この使っちゃう。どうなんだ、一夜ぶりだけど、赤コロぶん投げて、いや、ゴミゲ最初の当たったのか、意味わからない、本当に。最初のあれ当たってなかったら全然一夜ありえた。意味わからないもの、何かに当たって、6位。いやー、2連チャン1位ならずということで、3列目行きましょう。しゃ、はい、てこと、第3レースはネイチャーロード。はい、惜しくもね、謎の被弾に、ついに任天堂がね、手を闇に染めて、俺を食い止めたということで、まあ、しょうがない。
高校それはまあマンチで、スタート甘んじて受け入れようってことなんですけど、スタダミスのちょっと話が違ってことでね、任天堂の闇に、実力で立ち向かっていくそういう実況者でありたい。よろしくお願いします。さあまずいきましょう。メダル集めたいって気持ちもあるんだけども、あんまり前から離れたくないって気持ちもあるんで、中間層を取ってこの1枚だけメダル取っていく。でこのダブルライトを取っていく。でこの落ちメダル、落ちメダル拾いたかったが拾えない。さあ UMT ぐらいでワンダリバンボリ伸ばして、さあ前に前線復帰、前に前線復帰していきたい、前に前線復帰していきたい、前に前線復帰していきたい。さあ5位まで前線復帰したが、やばい、おわっそすぎる。なんでそんな君が遅いのを教えてくれないか僕に。さあ後ろのスターがちょっと怖すぎる。引きに来てる、もしかして、もしかして君今引きに来てた？そこだけちょっと質問していい？引きに来てたらどうか教えてくれる僕に。メダル1枚集めて、ここも1枚集めて、赤いだ、オッケー、赤さん最高、赤さん最高、外野からバーングリバーンバーン、はい、まず1人芝生、もう1人芝生、トゲ来てるよ、トゲ避けてる、いいよ、うまいよ、サワちゃん、サワちゃんうまい。これはショートがいかない、これ一旦我慢、こっちからでいい、前詰まってるから、爆殺処理で全部よし、これでなんとかする。いやキノコ2つ、赤コロだけです、それ前投げろよ。いや取られる、まさかのシングルでいい、シングル取って UMT ぐらいでバンダリ飛ばして、どこにいる、展開ってこと、いやーしばしばげる、あーっとキノさん早く投げろあいつ、あ、投げてくる、はい、オッケー、はい、サイン、いやあいついつまであげろら押してるバカ野郎、まあサインも悪くないんだけどね、いやーちょっとね、まあなんとか前線には戻れたものの、1位にはちょっと、1位とね2位があまりやり合ってくれてなかったことが、この敗因かな。第4レースいきましょう。したはい、てことで、第4レースは、ワリオスタジアム来ました。私がね、一番、この地球苦手とするコース、ワリオスタジアムでございます。てことで、今日言い忘れたんだけど、このタイヤがね、トライ、ここトライフォースだったっけな、うん。スタート、リンクのタイヤでございます。リンクのタイヤを本日使っておりますが、使った感じ雑魚です。使った感じ雑魚なんであまりお勧めしません。早速投げ役をこれぶちかまして、後ろ何持ってるか、バナ臭いな。バナ臭い。このままもう逃げていく。このまま逃げていきます。このまま逃げていきたい。ダブル防御はマジ熱い。オープンでギリファイヤー当たんなくて、いいよいいよ、ちょっとライン頑張ってるけども、それはもう100分ずつってよしとしよう、100分ずつってよしとして、ジャンピングアクション、ジャンピングアクションでこうドリフト入れる。もう UMT 溜まっちゃうから、 UMT でロングぐらいだ、バッサリ、いいよ、さあ逃げていこう、もうどんどん逃げる、トゲ来ちゃった、ここ爆殺しといて、ナイスダッシュ版で、ナイス復帰で、これやれやれやれ、いいぞ、ナイスやり、ボムやばい、ボムやばいから、バナナマジ絶対吸いたくない、絶対吸いたくない、ちょっとラインずらして、ちょっと距離空けて、バナナスイッチもこれ警戒したい、ダブル前置いといて、いやなんでメダルなんだよ、2位で始まったよ、メダハラ、メダハラだよこれ、メダハラが始まって、でここでバランスだ、いや失敗、アイテムいこうって、いや待ってお前、これねお前本当にそれはない、はい、自業自得、それは自業自得です、トゲもう一発来い、トゲもう一発来い、マジもう一発来い、ダルマ動いて、いやーちょっとトゲトゲまだトゲ早で、俺赤光るところよし、ナイスナイス、やってやってやって、あ、トゲいった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 よ、キノコも使っちゃう、よしキノコ、何に当たったね、何に当たったねえねえ、何に当たった、もう味は秋が分からない、もう神だから決めるわ、
もうみんな分かった。まあ普通に走るのもいいんだけど、やはり遠野向こう100万人ね、これから目前とする中で、やっぱりみんな見たいのは、ここ神田会脳汁がさーっととブワーとジュワーとウワーッつってブリブリ出ちゃうような神田会見たいでしょ。 OK 任しといて任しといて、美しい神田会見せます。今から美しい神田会、誰にも真似できない、この毎日マリオカードやりつけたものにしかできない神田会見せます。メダルは絶対必要。お前押すな、マジで、お前マジで押すな。あっぶね、止まっといてよかった。ちょメダルちょ暴れすぎこいつら。ここはもう無理しない、ここは無理しちゃいけない、ここは無理しちゃいけない、被弾しちゃうから。でメダル2枚取っていいよ。追いつけると思うなよ俺に。さあ来た、神田会アイテム来ちゃいました皆さん。アイテム来い、で雷来い、雷来たら勝ち、雷が来た、雷が来たら勝ちなんだけど、来ないか、どうなんだ、来ないんだね、ここで来るんだ。そりゃもうわからない、もはやそりゃもうわからない、あのキラーで返したやつ勝ちだよ、もう戦う気失せた。もうあでもスター引く、ナイス、ちょなんか強いな、強い出て強い出て、ごめんクソ弱いわ、もうあいつゴールしてんだよ、ね、えねえそれは違うじゃん、それは違うじゃん、それはずるいじゃん、なんでおかしい、すげえ、ここでも神田会見せるわ、あえて初手停止していきます、この64レインボーロードで、ここあえての初手停止見といてください。スタートしない、スタートしない、ここで打開決めたら神じゃない、みんなどう思う、ここで打開決めたら神だと思わない、みんなここで打開決めるの超むずいから、なぜかといったら前が含有利なコースだから。でも俺は決めちゃう、俺は決めちゃうんです、俺だから、俺は決めるんです。まずこのメダル取るでしょ、でここも2個取るでしょ、でここも1枚取るでしょ、今4枚ね、いいよ流れは非常にいいよ、でここも1枚取るじゃん、でここもいっぱいジャンピングアクション決めて、日野さんは、え待って何に当たった、ちょ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 、そういうのは違う、まあ、まだいいまだいいまだいい、どうせ前荒れるから、どうせ前荒れるから、荒れ乗りするから、メダル集めて、メダル集めて、メダル集めて、ダブルだい、お前ない、はいないです、アイテム、アイテムありません。さあここからいくよ、さあここでスター使って1位ガン逃げだけど、がっつりいくよ。さあトゲいった、ダブルオーバーしてテルサ使って、で前に赤さぶち投げて、もう一個投げて、もう一個投げて、もう一個投げて、ファイアブラマー出てー、これが神田会の仕方なんだ、終わりや、どんなもんじゃい、高評価ありがとうございます。